1836年の肖像画、アレクセイ・ヒョードロビチ・リボフ。1799年6月5日、タリン1870年12月28日、ロマイニアイは、ロシア人貴族で、オペラ作曲家。現在ではロシア帝国国家、神よツァーリを守りたまえの作者として、名を残している。音楽を愛好する家庭に生まれ、父ヒョードル・ペトロビチは、 1826年から1836年まで、ドミトリー・ボルトニャンスキーの前任者として、サンクトペテルブルク提出礼拝堂の学長を務めた。幼い頃から、バイオリンの学習を始め、自宅の演奏会で、定期的に演奏会を行った。例えば9歳で、ジョバンニ・バッティスタ・ビオッティのバイオリン競争曲で、独演者を務めている。少年時代は、多くの音楽教師に指示したが、 19歳からは、独学するようになり、アルカンジェロ・コレリア・ジュゼッペ・タルティーニ、ビオッティ、ルドルフ・クロイツァー、ピエール・ロードらの著名なバイオリン奏者の作品を、丹念に研究することを通じて、独自の作風を発展させていった。その一方で、アイジー・ミラーの監督のもとに、本式の作曲法の学習も続けていた。音楽の分野以外では、専門技術に力を入れた。 一般教育を受けている。1818 18年に交通路西大学での学業を終えると、帝国陸軍で土木技士としての活動に入り、ノブゴロドトン伝兵に配属された。1821年、四島西英ブラジーミル勲賞を受賞。1825年、憲兵団長、アレクサンドル・ベンケンドルフ将軍の副官。1828年には、 皇帝本営に配属され、ロト戦争に従軍した。1834年、皇帝ニコラ一世付きの自重部官庁に任命され、最終的には召喚に昇進した。サンクトペテルブルクでは、減額始重相談を結成し、自宅で、週ごとの演奏会を催して、上流階級の注目を引くようになった。この演奏会では、 ロトを訪問中の著名な音楽家が客演することがごく普通に行われ、エクトル・ベルリオーズやフランツ・リスト、シューマン夫妻が演奏者として参加している。リボフの弦楽四重奏団はヨーロッパで数々の演奏旅行をこなしており、国外での演奏旅行ではリボフ自身が演奏に加わることもあった。リボフはジャコモ・マイア・ベアやカスパール・スポンティに フェリックス・メンデルス・ゾーンラーと信仰を結んでいる。1837年には父親と同じく宮廷礼拝堂の学長に就任し、1861年までその座にあった。1850年にロシア演奏協会を設立して、ロシアにおけるオーケストラ信仰とコンサート信仰の先駆者となった。1867年になると南朝に襲われ、 音楽活動からの引退を余儀なくされている。リボフの作曲様式は、節中的であり、イタリア音楽やとりわけ、ドイツ音楽の強力な影響力に、ロシアの伝統的な音楽文化を結びつけたものである。代表作はオペラ、水のせいである。私生活では、二男と二女の父親であった。ありがとうございます。